てないらしいよ。たかし、すねるなだって。あーさん、ありがとうございます。お腹痛い？大のリスナーさん、誰？ありがとうございます。あら、絶対ゼロ率やん。大のリスナーさん、フォローしてるし。何号？781号さん。大のリスナーさんですか？あと何分？30分ですか？釣りじゃなさそうだね、相手に投げてるし。700、あと15分か。みんな好きですが、たかしです。あー、歩いて帰ってていい？ちょっと、そうそう、もういいや、もう帰ろう。違う、ちょっと待って。帰るわ。違う、違う、だって負けじゃん、もう確定じゃん。負けじゃない、歩いて帰るよ。違う、違う、歩いて、住所教えて。もうやめよう、罰ゲーム。住所教えて。なしなし、歩いて帰るよ。いや、やめよう、やめよう。もういいよ、ちょうどいいじゃん。違う、違う、車で帰るじゃん。違う、違う、歩いて帰るんだから。もういいよ、ちゃんとやろう。5時までだから。いいよ、いいよ。5時まで、5時まで。ちょっと、やめよう。無理やん、だって負けかくやん、こんなん。いや、わからんよ、まだ。いいって。わかんないって。もうええって。わかんないから。何がわかんない？罰ゲームがないから。冗談で言ったんだよ、そうちゃん。冗談？冗談だよ。あ、ももさん、ありがとうございます。してないけどね、誰か嫌われてるね、やっぱり。やばいわ。僕に鼻かってね。てか、チョウちゃんどこ行った？仕込んでない？トイレ行ったね。トイレ行った？仕込んでる？トイレ行ったタイミングでアイテム。うわ、わかりやす、わかりやす。携帯置いてた。うわ、仕込みやんけ、これやばいな。携帯持ってってるね。やばいわ、 DM してるわ。これ考えすぎ？いや、わからん。行った瞬間、瞬間やね。たまたまかな。今の人は15分待つけど、アイテム投げない人は待たないんでね。うん、何度でも言えるから。考えすぎか。あ、せいじゃ、歩いて帰れ。いやいや、ああ、社長、ありがとう。社長、来てよ、頼むて。社長、ここに、あ、白い帽子です。いちごのやつも持ち帰り、1時間しまって。ちょっと、マジでありがとう。マジで DM ちょうだい、912号さん。この子や、この子やん。さっきの可愛い子。今日夜ちょっとお願いします。 DM ください。なんでその場で一目惚れしちゃった。 LINE さ、登録しなかったの。一目惚れしちゃいました。もう一度会ってください。お願いします。来た？あれ、こっち見てるな、見てるな。あ、ダメだ。癒してください、僕を。疲れてて。電話番号入ってない？入ってない。入ってない。携帯不正って言われて、リュックにずっと入れてるの。ああ、そっか。ほら、こうやって行ってるもん。あ、ほんまや。返せないんだよ。行っていいですか？とか、DM もダメなんでしょ？ダメ。仕込みだから。返信すらできない。ダメだよ。いやー、1時間でも食べれる、食べれる。せいちゃん、ゼロワン君、あ、ありがとうございます。 ありがとうございます。あー、せいさん、ね、いいコメントだよね。
いやホテルで一緒にっていうかイベント最終日一人のが絶対飛ぶよだね、うん、多分ね気持ちはほらお天然さんいますね天然さん今トイレ行ってるんでこれみんなでいいんですかいいですか流れてくださいありがとうございますありがとうございますいやでも待てればいいのにいやせっかくなんです戻ってくるんでダメっすダメっすダメダメダメ待っててください天然さんでしょゼロワンゾーン1回あったんですよあったんですよあれは浮気だあのすれ違ってはい変わらないなと変わらないなってそうなんすね近くなんで家あ、そうなんです多分お会いしますあ、また僕知ってます知ってますありがとうございますわざわざ乗り換えってことですかゼロリスだったのに天然スレート全然最初から天然スレート欲しいいや最近見てるのあここ座って待ってください仕込みだねだっておかしいもんあいいんですかありがとうございます仕込まれてるわそういうことすんのあ数字からありますあ社長ありますしてくださいよ、マジ福岡さっきのアイテムと違う人かなえさっきのアイテムと違う人だから違う人だよだから3人来るね、だから合計でね合計です人気ないよ、もう二度とやらないよ、マジで二度とやらないわ、俺もうマジでこんな娘がレッドズ来ます、私は政治さんファン娘はゼロファン嘘でしょ親子で来ますフォローしないでよ、勝手に、うん、あ、はいはいいつ来るの娘がリアドで行きますってことは、娘だけ来るってことは俺だけ来るんじゃないお母さん来ないってことでしょあ、二人で来ます運転してた後7分、はい、わかりましたどういうこと親子で親子で、うん、ファンで娘がリアドに行きますうん、それは娘さんは誰推しなの娘さんは僕推しでで、お母さんは誠司さん推し何それ15時までやっとくかみんな来るでお母さん娘さん今から洗脳できないできないせいちゃん推しですって言ってくれるようにしてくれないせいちゃんリスナーだったらできないそれダメだって若い子にモテるなぁ無理かあきれいなやめようかな配信もいや面白いのにね働こうかな向いてないかも俺やっぱ別れたばっかりってでかいよいやいや人気ないよ別れたばっかりでかいよおわこんな向いてないねあ俺ね今あると別れたばっかりの時来ました誰ですか誰推しゼロワンさんとセイジさんあどちらかちょっと決めてもらわないとどちらかお願いしますゼロワンさんすいません期待させてお母さんが、ええ、セイジさんが好きで今イルカのアイテムを買ったんですあ、あ、見ましたね娘がっていう人なんだありがとう、はい、ありがとうございますえ、写真とか写れたりするいや、あの写真撮ってほしいあ、そうなんだ嬉しいかわいいありがとうありがとうございますちょっと待ってあ、ちょっと撮ってみましょうか彼氏いるいません。いません。今日夜暇？ありがとうございます。あ、天さん来ましたね。暇じゃない。天さん。天ちゃん、リスナーさん来たよ。あと DM して。暇してるんで夜。ありがとうございます。ありがとう。みんなと撮る？はい。みんなとも撮る？これか。お願いします。せいちゃんみんな撮りたいって。いい一枚だけ。どうやって？せいちゃんこっち来てくれ。あ、元気出してありがとうございます。頑張ります。どこに入ったの？ここ。はい、チーズ。もう一枚。OK。ありがとうございます。いいニュースだね。ありがとうございます。うん。お母さんに見せて。お母さんの写真ないの？あ、お母さんの写真。ちょっと見せて。お母さんの写真ちょっと見せて。旦那さんいるの？お父さん、いるの？どんなお母さんの？なんで来てくんねんのお母さん？遠いんでちょっと私。はいはい。あらららららら。ああ、かわいいお母さん。お料理大きいね。
俺より大きいね。ありがとうございます。行こう。あ、そうです。駅まで。あ、いいの？タリーズカフェ。タリーズカフェ。おー、おいしそう。何個あんの？4つあんの、ありがたいね、本当に。高橋さん。あ、おはようございます。ガムシロ、行っていい？ガムシロ。これちょっと、これちゃおう。ん？違うの？どっちか選ぶよ。どっちがいい？俺こっちがいい。あ、ブラックがいいでしょ、はい、じゃあブラック飲みな。すいません。甘いの、甘いの。甘いのだよ、うん、ある甘いの。ないやんか。甘いのあるよ。どこにあるの？どこにあるの？あ、これこれ、あれあんだよ、ほら。甘いのあんだよ、ほら。これ、あれじゃない？で、あれ、ゼロさんはブラックでいいの？ゼロワンブロックやった。ブラックだっけ、あの人。ブラックの前。ブラックやね。あ、じゃあ朝の配信見ててくれたんだ。どういうこと、どういうこと？今日朝、ブラック出したじゃないですか。こういう会議だったんですよ。誰が、ありありか、なしなしか。そうです。全部把握してたんだ。さっきの。さっき、ミルクの音、ブラック僕飲めないんです。プロレスだね。有能すぎ。マジで。それがたまたまだね。たまたまブラック2のミルクありあり2、無難に。たまたまかな。あ、洗脳できなかった。お母さんありがとうね。さっきの お母さん写真見たよ。うん、ありがとうね。いただきます。どうしよう。何を、いらんふた。101バレス、たまでは。そう、こうやって、なんて書いてあるの。ゼロワンとタカシとセイジに会いたくないけど、ゴックの旦那に会いたくないからいけない。あ、ダメだこれ。ミガかな。ミガかな。糖質だろうな。あと何分？終わりも。終わり。ゼロさんどこ行った？どこ行った？ゼロさん。え、あ、送りに行ったの？あ、女の子？うわ、しつこいわ。いいって。あのわけのわからんお散歩コース、うん、なんか肩組んで。ベタベタ猿だけだよ、どうせ。電池ないんですよ。え、もう終わりです。だってないの。じゃ電池がないの。バルスの。よく知ってんね、いちごさん。ありがとうございます。細かいとこ見てるね。プロレスだね。電池なくなってんのよ、だんだん光らさすぎて光らなくなってきたの。1号さんプロレスだわ。ここの電池まで心配するリスナーさんいる？いねえよな。マジプロレスなんだけど。そういう人大好きだよ俺。細かいとこ見てくれる。うん、あの、そんなとこまで見てるって、うん、すごいよ。そこまで見るんだよ。それだけバルツしてきた。もう電池切れるぐらい。だってアホが多いんだもん、地位牛が。746、746が連投。あ、こいつか。
あーこれだ、これダメ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 、バルス、バルス、電池なくなるからこういう地域来ないで、もう電池の買い方わかんねえし、これ何の、これ誰から、ん、誰から、テンリス、03から乗り換えのテンリス、さっきの人、そう、ありがとうございます、いただきます、いただきます、先ほどありがとうございました、どっち、誰だろう、誰だろう、娘さんかな、娘さんかな、多分そうだ、誰だろう、ありがとうございます、誰誰、これ そんな感じな、これあーがむしろね、これ9人じゃない、8人なんか、これ枠だよ、伝統いらんやな、誰や、伝統いってる、男ゼロ、まさかゼロだね、やばくない、すごいな、なんでの、こんなだらけやん、ふわっちも、うん、で男はここで嫉妬コメントでしょ、多分ね、ね、でさっきアイテムの人来たの、高橋さん、俺一人いて分かれへん、いや、もう一人と、あとはあれ、来たっけ、どういう状況か、3人目来てないでしょ、まだアイテムで来るって言ってたんだ、そうだよ、あと15分ぐらいで着きますっていう人来てないでしょ、まだ来たの、じゃあ DM 確認しな、特別に許可出すから、もうあ、もうすぐ着きます、目の前、車、この人が3人目だから、ね、ああそういうことか、そうそうそう、もう来たことになってる、ああアリアスイルカショー、あー、セイさんも可愛い、あー、マジっすか、ありゃす、ももちゃん優しい、それだけでもう救われますよ、ね、一人しか来ないけど、何時間やってんだよ、今2時間経った、警察、やばいやばい、何、やばいやばい、通報入った、行くぞ、帰るぞ、警察来た、通報、通報、ずらかる、やばい、ずらかる、帰るか、通報、違う、通報だ、ずらかる、うん、やばいやばい、あの今のもうすぐ着きます人だけね、あの人だけ逃げて、その人だけ会ってあげないと、さすがにもう着くって言ってるから、ずらかるってトンズラするってこと、ここで待っといて、荷物持ってくるわ、セリスナー来たわ、うん、あ、ちょっとちょっと映ってるから、うん、ちょっと行っておいで、うん、うん、散歩行っておいで、よいしょ、今なんか
事情聴取受けてるんで。誰が今政治が代表してやってくれてる。俺はもうとんずらしてきた。こんな身分証明書なんか見せなくていいでしょ。任意なんだから。何も悪いことしてないのに。なんで見せなきゃいけないの。見せなくていいでしょ。必要ないよね。ロケット、ああありがとうね、ニコちゃん。帰ろっか。で、ゴックちゃんの花だけ買いに行こう。で、俺の勝ちね。帰ろう。まあ、誠治、優しい。全部やってくれてるよ。まあ、そういうとこちゃんと見てよ。たかしは今お散歩デートしてる。でカレンには会わないからね。勝手に来るのいいけど、多分ね、しきちゃん家行くんじゃない、分からんけど。どう思う。何しに来るの。もう鳩鬱陶しいんだよ、いちいちよ。嫌いならこのタイミングでいちいち来るんじゃねえよ、興味ないのに。解散は、あ、明日までです。で明日はちょっと最後3人で美味しいもの食べてね、夜帰るっていう流れです。多分だよ。それか明日お疲れ会やって、お疲れ会やってね、あとは自由行動かね。残る人は残ればいいし、帰る人は帰ればいい。閲覧欲しいやつは四季の家に行けばいいしね、うん、とりあえずもう3人はちょっと解散してる。俺は東京帰ろうと思ってるよ。でもデートしてくれる人がいるんだったらちょっとデートして帰りたいなと思う、うん、ステッカーいります。ステッカーよかったら無料で配ってるんでね。元ヤン大丈夫。俺も薄いのが入ってる。同じ。写真撮る。気をつけてね。映っちゃうよ。気合入ってるわ。たかしリスナーはヤンキーです。気合入ってた。みんなまだいてほしい、九州に。俺はもう帰ってもいいかなって。ちょっとまったり一人で配信してもいいかな。おもちゃ企画これからだよ。今から帰って渡すんだよ。でおもちゃ企画も1位なんだよ、ハックンのね。で今回もまた俺のやつ選ぶんだよ。誰リス？せいちゃんリスナー来た。すごいじゃん。来たんだけど、これで 2-3 だね、うん、ね。やりたい今滑り込め。まだやる。いやどうし、だからもう警察来るからな。
でもいいおまりさんでよかった。兄さん、せいちゃん来たじゃん。来た。おいで。おいでって、リスナー糖尿組だって。同じ糖尿。あ、そうなんだ。これ、どうも。ぎっそりやったんですよ。そう。50キロくらいやった。50キロやったの。で、去年の11月に、急に目が見えんの。で、病院行ったら、結構、糖尿病。でも今 5.8 予算レベルだった。今 5.8 になった。予算レベルの糖尿が今 4.8 5.8 いいじゃん。急に目が見えるだけ気をつけて。あ、マジで。手出したらやばい。あ、ほんとだ。すごい太ってたのに今ちょっと痩せたの。よかったね。じゃあ俺も太ってたからやばい。32だっけ？32か。せいちゃん2人目来たんでしょ。来ました。面白いこれ。もう終わりか。もういい？いい。福岡隆入れちゃダメだよ。かわいそうで。やってないから。もう終わって、まだ来るの？熊5個。あ、やばい。めちゃかわ来た。俺の絶対絶対僕でしょ。これ熊さんの人誰リスナーですか？めちゃかわセレブ来た。嘘でしょ。これ9人だと思うんだけど、数えたらね。え、定期さん、この人が福岡だったの。2、3、4、5、6、7、8人か。9人じゃないか。え、来てくれんのこれ、この方。めちゃかわセレブ。いや、5時までなら伸ばせますよ。クッキーも来るなら。どっちどっちどっち。ああね、あーね、かわいいんだよ。今度大阪行くね。熊5個のまた来てくれるのかな。行きます。行きます。うわ、どっちだろう。何時ぐらいに着きます？絶対俺だよね。でもこれ5時まで、もうこれで終わりね。うん、これで追いつくからね。うんうん、まだ分からんじゃん。うん、え、俺だよね。誰なんだろう。俺だよね。俺勘違いしてる。ちょっと熊さんの人、誰なんだろう。一人決めなきゃいけないんだよ。そうそうそう。誰だ。一人決めなきゃいけなくて。多分 俺だと思うんだけど。僕でもいいんですよ。絶対俺だよね。俺めっちゃ投げてもらっても。ステージ2人だよ、定期。5時半までなってる？ 5 時半まであんのこれ。どっちだ？この子会いたいよ。めちゃくちゃ綺麗よ。うーわー、見て見て、写真見て。やばくない？ねえ、これお持ち帰りあり？ワンちゃん。ありありあり。うーわー、可愛くね。美人だね。やばいよね。来たんじゃないこれ。違うですよ。それマスコベンチ戻れないのか。いや、どうしよう。なんて言われたの。なんか、いや、ちょっとダメなことしてる。してないけど、通報入った手前来なきゃいけないみたいな。え、ワンちゃん俺今日、うん、この投げしさんと付き合って結婚するから、うん、今日で辞めるかも。こっちバカ。俺イベントどうでもよくなっちゃう。この人が来てくれなったら。あそこやったらいい。俺今日フワッチ辞めるかも。これなんかこれうまいで差し入れもらえました。これうまい、うまい。たい焼き、これなんか。食べ食べ食べ。何これ。あ、これうまいんだ。たい焼きみたいなやつ。
マッチやめてもいいかも、この人来るんだったら。むっちゃん、むっちゃん、むっちゃんまんじゅう、むつごろうまんじゅう。これうまいな、いいと俺。うん、うわ、卵が入ってる。へえ、あんこかなと思ったらうまいじゃん。あ、お惣菜系のやつ、あの玉線の、玉線のこの生地バージョンみたいな。玉線みたいな。皮甘いの？皮は、うん、ちょっと、ちょっとでも玉線みたいな、うまいこれ。たかし今持ってきました。いただきます。うん、おいしい、おいしい。あーね、あーね、うん、これが有名なんだ、福岡。お好み焼きみたい、うん、これ1個いくらするの？200円ぐらい。あ、モーさん、ありがとうございます。高田もか400号、場所わからない。あ、いただきます。場所わからない。ここ正面あるでしょ、これでわかるでしょ、誰でもね。地球ツイッター DM、 いや見れない、なんか不正って言われる、仕込みって言われる。あ、場所はこの博多駅の時計台の下、時計台